皆さん、はじめまして。レノホ山口 FC、楠本拓実です。新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、人々の生活や経済に大きな影響を与えています。そのような環境下においても、医療関係者、物流、販売業、生活する上で欠かすことのできない様々な分野の方が日々奮闘してくださっています。不要不急の外出、自粛を継続することが関係者の方の負担を減らすために、 私たちができる唯一の手段です。一日でも早く今まで通りの日常を迎えることができることを祈り、感謝の意を込めて夜8時に激励の拍手を送ります。